いいね、いいね。あ、それで遊んだりとかする？特にしなさそう。あゆなさん、まだ起きてるのね。起きてる、余裕で起きてる。まだ眠くないですか？ミルクちゃんたちはまだまだ元気よ。ミルクちゃんたちは、なんでそこミルクちゃんの方が主体なんやろ。まだ起きてるなら一緒にゲームするです。いいね、いいね。1日に何回もあゆなさんに会えて嬉しいな。何かしらミニゲームをして、とりあえず幸せの水を稼ぎたい。今日はとってもいい日なのです。なんかすぐに水が稼げるのはいいよね。いっぱい会いに来てね。今日もいっぱい遊ぼうね。遊ぼう、遊ぼう。いっぱい遊びたいです。私あのボールをさ、もっとなんかラリーが続けれるようになりたいんやけど、なかなか。はい、ってことで遊ぼう。とりあえずボール遊びを。これが全然稼げん、稼げんっていうか、まあ一応もらえるけどさ、もらえるけどって感じよね。えや、へい、あい、ごめん。どうなんこれ、私ハイスコア14とかやばくない？どんだけやねんって感じやん。超しらっけるし、はい、え、なんでなん。はい、はっ、え、ちょえや、はっ、え、なんで？マジで全然なんやけど。え、今回1回もとかやばくない？え、1回もとかやばくない？ちょっと。はい。はい。え、返せなさすぎて辛いんですけど。それ。大丈夫？これコントローラー反応しよる？コントローラーのせいにするけど。それ。え、やばい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 。え、やばいよ。え、やばすぎますよ、ちょっと。はい、はい、え、一回も返せない。ちょ、これはよろしくないぜ。ほら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 、よろしくなさすぎやろ。ちょ、待って、絶対あれや、反応してないって。絶対反応してないって。これ遊んでくれてありがとう。ごめんね、なんかこっちがありがとうなんですけど、そんな気を使わせてね。え、反応しよりやん。エオタン反応しよりやん。ちょっと待って、別の遊びする。猫じゃらし、よし、猫じゃらしで行こう。音楽に合わせて。はい、エルとアルやったっけ、ね、これエルとアルやね。オッケー、はい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 。じゃあこれでちゃんとね、はい、取り返さんとね。はいはい、よし、いいぞ。え、なに、なんか失敗した、私。なんかめっちゃ普通に失敗しろんやけど、つらい。うわー、なんかコンボが全然続いてないよ。え、これ反応しよるよね、ちゃんと。反応しよるけんコンボ続きようよね。うわー、つらー。どういうことやねん。ほら、また途絶えた。くわ、微妙にリズムが違うんか。うわ、ほら、また、え、いつもよりひどくない？出来がちょっと早いんかな。うわ、今回こそ完璧に行こうと思ったのに全然だった。多分今までで最低やろこれ。うまい、うまい。ありがとう。あゆなさん、すごい。何しても持ち上げてくれるから好きよ、君たち。君たち。まあ、幸せの水もいっぱい手に入ったし、とりあえずガーデニングしよう。さあ、水をまきましょう。そう、今回ね、あれよね、また新しいのが咲くかなーっていう。咲いてほしいです。左上のは普通にチューリップかな、あれ。あ、ですね。あ、真ん中のやつ新しいやつじゃない、あれ。ちょ、待って、収穫しよう、収穫しよう。間違えた。間違えた。収穫しよう。あれ、珍しいやつじゃない、違う。はい、チューリップ。そしてピンポンマム、ちょっとよくわからんけど、ポインセチア。で、次のやつ、次のやつ。ほら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 、ウィンターブロッサムの種、めっちゃ可愛いんやけど。え、いいやん、いいやん。
ウィンターブロッサム。これポインセチア等のやつかな。で、秋のバラ。これも新しい。おー。いいね。春なのに、秋のバラ。そういう感じで。じゃあちょっと植えていきますか。ほらほらほら、ポインセチアと、で、ウィンターブロッサム。ウィンターブロッサム？え？冬の桜？すげえ、なんかかっこいいね。で、この辺の星の種を植えていきまして、あと、あ、これも、これもまだ新しい 5% しか確率ないけど。で、秋のバラと、もう一個何になるんかな ?20% のやつ。じゃあどうにか育ってほしい。で、星の種。で、ここに、はい、四角い種。これでとりあえず一通り新しいのが育つんじゃないかなと思うけど。よし。さあ、それじゃあご飯を作りましょうか。さあ、今回ここを増やしたいから、トーストを、2回目のトーストね。レンドで素早く切りましょう。トーストするのに何を切るんだって感じやけど、パン？パンなの？トントンです。トントントン。へい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 。すごいすごい。フレンチトーストが食べたいな。ちょうど牛乳もあったような気がするし。あ、パンがないや。パンがないや。メイン。さあ来い。1、2、3、4、5。どうや。お、そんなに過ぎとった？マジで？めっちゃ過ぎとるやん。1分半も。それはもうちょっと焦げちゃってるんじゃないかな。880点。ご飯、ご飯。はい、どうぞ。いただきます。最近ちょっと蜂蜜も買ってきたけんね。さあ召し上がれ。ごちそうさま。はいはい、すごいね。ジャム綺麗さっぱり使っとるやん。はい、それじゃあちょっとエピソードを。さあ今回のエピソードは何？何探してるの？慣れれ？ないです、ないです、迷子です。何？おもちゃ？どうしたの？どうしたの？めっちゃ縁起がかっとる感じ。ミルクが折り紙で作った風船ちゃんがないです。折り紙で作った風船、どういうのかが気になるんだけど。ちょっと待っててね。ん？見かけた？どっかで。ももちゃん。てか折り紙折れるんやね。器用だなってさっき。風船ちゃん、どこにあったですか？ぺしゃんこになってるです。ああ、あのなんか折り紙で作って息ふって入れてポンポンするやつ、紙風船みたいなやつ。なはは。なるほどね。猫パンチしたらペシャってなっちゃった。確かにそういうの昔作りよったような気がするね。なっちゃったって勝手に遊んだですか？また作ればいいじゃない。ミルクが作った風船ちゃんなのに。まあまあ喧嘩をしない、喧嘩を。また作ろうね。はいです、また作るです。また作ればいいよね、風船ちゃん。ももちゃんは反省しないとダメだよ。掘っておいたイチゴオレを飲んでからまた作るです。イチゴオレ飲むのね。それ飲んじゃった。ももちゃん、何してるの？なはは。冷蔵庫開けたらあったからつい。ももちゃんは何なの？自由なの？ももちゃん。怒ってるよ。名前書いてなかったから。それはそうですけど。いや、ミルクはやる、悪くないよ。悪くないよ、ね。それはした方が言ってはいけないの。された方が言うのはあれだけれども。これから買いに行く？後でも大丈夫です。なるほど。今度お買い物行くときに一緒に買ってこようよ。ももちゃんはあれだな、ミルクが落ち込んでることとか全然、ま、後でね。全然気にしてないね。また後でです。何なんだあの子は。相手の気持ちが全く分かっていない。元気出して、何かお話ある？大丈夫。
です。大丈夫なのか、本当に。新しい風船ちゃん作ってきますね。今度はももちゃんの分の風船ちゃんを作ってあげるです。ミルクがものすごく優しいよ。いい子だな。さあ、それじゃあ私プレゼントは全部あげたんやったっけ。あ、あげてない。猫じゃらし。さあ、これを渡しておこう。猫じゃらしをプレゼントしました。キャラ猫じゃらし。やっぱ猫は猫じゃらしが好き、ね、猫じゃらしです。うん、思いっきり遊んでいい。いいよいいよ、思いっきり遊んで。わーい、思いっきり遊ぶ。頭も足も使うです。頭も使うのか。腰も使って遊んじゃおう。体全体やね。早速猫じゃらしで遊ぼう。どっちが猫じゃらしを振る係になるです。猫が猫じゃらしを振るのか、なんか可愛いな。最初は桃が振る係やるよ。そういうのはちゃんとするのね。ふふふ、楽しみです。あゆなさん、猫じゃらしありがとうです。いえいえ、ありがとう。とっても幸せなのよ。猫じゃらしってさ、なんかその辺に生えてるやつとか使うけど、あれって正式名称なんやったっけ。なんか聞いたことあるような気がするんやけど忘れたんよね。さあ、ちょっとあれだな、ミルクが落ち込んでるからミルク用のプレゼントも買っていくか。これももちゃんね。どうしよっかな。とりあえずクマのぬいぐるみ、よし、これを買っていこう。これ部屋に飾るってことかな。全体的にインテリアやったね。新しいものは特に増えてないし、買えるものも増えてないね。うん、オッケーオッケー。さあ、それじゃあこれを、初めてやね、こう個別のプレゼント。赤いリボンをつけたクマのぬいぐるみ、可愛いもの好きにはたまらない。でも2匹同時に。クマちゃんのぬいぐるみありがとうです。これで部屋に飾られるんかな。すごい可愛いですね。でしょうね、機嫌直してね。ぬいぐるみ好きだよね。大好きです。可愛いで、ふわふわで、ふかふかで。それはミルクにも当てはまるんやけどね。ぬいぐるみちゃんに囲まれてると幸せになっちゃうです。お、それはよかった。もうバシバシ幸せになって。今日からお友達です。リボンを整えて仲良くしましょうね。いいね、クマちゃん用の洋服とかも欲しいね。本当にありがとうです。いえいえ。さあ、これでミルクの部屋に行くと、あ、クマちゃん棚に棚にあったよ。なるほど、そういう感じなんやね。じゃあこの辺の空いとる棚とかにもなんかいろんなものが並ぶようになるんかな。いいねいいね。あ、それで遊んだりとかする？特にしなさそう。なるほど、まあでもそういう感じだね。で、ここにはまあ共用のおもちゃとかが入るっていうことやね。あ、見て、木琴シュール木琴。ああいう感じで遊ぶのか。なるほどね。最近撫でてないな。久々に撫でよう。さあ、おいでおいで。えへへ、嬉しいな。えへへ、よかったよかった。気持ちいい。ほうほう、大満足。あ、大満足。後ろにミルクが。はい、それじゃあ次はミルクね。はい、おいで。ツンツンです。よしよし、気持ちいいです。なんか猫ってあんまり撫でられるの好きそうじゃないけどな。もっとです。ね、なんかリアルの猫は。満足したです。お、よかったよかった。さあ、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。ああやってなんかプレゼントしたものをちゃんと使ってくれるとこ見えるのいいよね。かわいい。